おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が、今日も皆様にコミュニケーションのトレーナーとして一つ面白いお話をさせていただきたいと思います。私のですね、宗教観と武道観についてです。はい、今日は9月は18日日曜日、今ちょうどですね8時半ですが、今から1時間以内にですね台風が近づいてます。大雨でこの辺り大変荒れると思います。いつもの通り江戸川のバンクからお伝えいたします。はい、私の宗教観ですが、私はですねこれという宗教に入っていません。しかしですね、仏教、キリスト教、禅、モスリム、全部勉強してきました。スタートはですね、私が大学に入った時、原理研究会というのがありましてね、統一教会です。そこのですね、原理講論というのを2年間ぐらいかけて徹底的に勉強しました。まあ今ですね、社会的にものすごい批判されてますが、霊感商法とか合同結婚とか変わったですねエレゲなことをするもんで、えらい罰をもらってる宗教団体ですが、私にとったらですね、学び、勉強として原理講論を学びましたが、人生にとっても役に立ちました。はい、もう一つですね、私がとても勉強になったのは東創価学会です。学生時代はですね、第三文明というんですが、私は宗教はですね、人生そのものだと思ってますので、実践哲学として学んでます。今でも学んでます。はい、大きく影響を受けたのはですね、創価学会です。はい、今でも創価学会の人とはお付き合いしてですね、月に1回座談会なんかにも参加してますが、私は創価学会員ではありません。はい、その他ですね、強く影響を受けたのは大学時代ですね、禅宗の大森宗玄先生という先生に触れましたので、禅を学びました。そしてですね、世界が今モスリムとキリスト教とのいろんな戦いなんかあったですね、キリスト教も学びましたが、モスリムも1年間学んでみました。代々木上原のですね、大きなモスクの教会長にお願いしてですね、英語で1年間学びました。はい、ここでですね、最後ですが、宗教は私にとったら人生の肥やしというかですね、人生の最高の学びになりますね。もう一つ武術ですが、私はもうすでに50年超えましたが、船が来ましたね、船が来ましたね、武術はですね、商東会空手を皮切りに、社会人になってからはですね、この行徳という土地はあらゆる種類のですね、空手がありますので、武術がありますので、商東会空手が私は今もう55年ぐらい続けてますが、その他にですね10年間ぐらいですね、極真会系の空手を学びました。プラスですね、地元の支部のですね、師範代行みたいなことを20年やってました。その間にですね、日本空手協会の人たちともお付き合いしてですね、結局3つの空手を学んでるんですよね。私は商東会空手にしても極真会にしても日本空手協会にしても、それぞれ一長一短あると思います。長所と短所はあります。でも基本的には私は商東会江上空手を学んでいます。はい、ちょっと時間長くなりましたので、この辺りで今日は終わりにします。はい、武術についてはですね、人生そのものというように健康を維持するためです。あとですね、
いざとなった時、自分とか家族とか大切な人を守る武術、防御術として今でも学んでます。はい、さようなら。